産園アドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は落花生の花が咲いたらやるべきお世話についてやっていきたいと思います。こちらの落花生は品種は千葉半立ちで、5月の中旬に種をまいています。今年はポリマルチありとなしで生育を比較しています。ポリマルチは幅95センチ、株間30センチの2畳上の黒のポリマルチを使用しています。マルチのない方は上間が60センチ、株間30センチで植えています。そしてどちらも1箇所一粒まきで種をまいています。元肥は入れていませんが、ぼかし肥と貝殻石灰を1回まき、軽く土寄せをしています。今は7月ですが、花が咲いてきたので、このタイミングでやるお世話についてやっていきたいと思います。今現在の様子を見ていただきたいんですが、左側のポリマルチありの方が、右側のなしに比べて明らかに生育がいいです。やはりポリマルチをした方が生育が良さそうです。このポリマルチは生育が良くなったり雑草を抑える効果がありますが、子房柄が伸びる前に取り除く必要があります。落花生農家の方で薄手の透明のポリマルチを使用し、収穫まで剥がさない方もいらっしゃいますが、基本的には剥がした方がいいです。ポリマルチを剥がすタイミングは花が咲いてからです。あまり早く剥がすと雑草が生えてきてしまいますし、遅くなると今度は伸びた子房柄を傷つける恐れがあります。それでは実際にポリマルチを剥がしていきます。剥がすときはまずマルチの真ん中をカッターもしくはハサミで切っていきます。面積が大きい場合にはカッターを棒に固定してやると、立ったままでもやることができます。では実際にやっていきます。次に剥がしていきます。このように外に引っ張りながら剥がすと剥がしやすいです。このような感じでポリマルチを剥がしていきます。次にやるべきお世話として、株元の除草があります。花が咲いた後、子房柄が伸び始めます。子房柄が伸び始めると、除草がしづらくなります。特に大きい草は無理に抜かず、ハサミで切るようにしてください。
このような感じでハサミを使って除草してみてください。ちなみにこちらの白い根のようなものが子房柄になります。この子房柄が土の中に突き刺さり、土の中で実ができます。この子房柄が伸びてしまうと、除草するときに傷つけてしまう恐れがあるので、子房柄が伸びる前に除草を終わらせるようにしてください。次に追肥と土寄せをやっていきます。今回の追肥は2回目になりますが、2回目の追肥は生育状況に応じてやってみてください。落花生はマメ科なので、特に窒素分が多いと実のつきが悪くなります。今の時点で生育が順調な場合には、いわゆる肥料はまかずに貝殻石灰のみまきます。マルチありに比べて梨の方は少し生育が良くありませんが、今回は比較しているので、どちらも肥料は入れずに貝殻石灰のみまきたいと思います。貝殻石灰などのカルシウムを補給すると、実のつきが良くなるだけではなく、シラクニ病などの病気対策にもなります。たとえ生育が良くても、このタイミングで石灰をまくようにしてください。それでは貝殻石灰をまき、立ち釜で土寄せをしていきたいと思います。それでは貝殻石灰をまいていきます。貝殻石灰を撒き終わったら、立ち釜を使って釜元に土を寄せていきます。次にやるべきこととして、開花期の記録があります。開花期とは、1輪でも咲いた株が全体の 40-50% ぐらいになった時を言います。開花期をメモしておくと、おおよその収穫時期の目安がわかります。ちなみに千葉半立ちの場合、開花期からおよそ95日が収穫の目安になります。これはマルチ栽培した場合で、露地栽培の場合は、さらにここから5日から7日ほど遅くなります。収穫時期の目安の一つとなるので、できれば花が咲いたらメモしておくようにしてください。今回は、落花生の花が咲いたら、やるべきお世話についてやってきました。落花生は品種にもよりますが、6月の下旬から7月にかけて、花が咲きます。花が咲いてから1週間から10日ほど経つと、今度は子房柄が伸びてきます。ですので、このタイミングでやった方がいいお世話があります。ポリマルチを使っている場合には、子房柄が伸びる前に剥がす必要があります。あまり遅くなると、剥がすときに子房柄を傷つけてしまうので、遅くならないように気をつけてください。マルチの真ん中をカッターで切り、外側に引っ張るように剥がすと、うまく剥がれます。そしてマルチを剥がしたら、追肥と土寄せをするようにしてください。追肥は生育状況に応じてですが、カルシウムを補給することにより、
身のつきが良くなったり、病気予防になるので、かけら切開など、切開を巻くようにしてください。そして、追肥をしたら土寄せをするようにしてください。土寄せをすることで、子房柄が土の中に刺さりやすくなります。この後、花が咲いてから、1週間から10日ほどで、子房柄が伸び始めるので、さらに余裕のある方は、子房柄が伸びたらまた、もう一度土寄せをするようにしてください。さらに、開花期をメモしておくと、収穫時期のおおよその目安がわかるので、余裕のある方はメモしておいてください。この後の管理作業についても、随時動画配信する予定ですので、ぜひ継続してご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。